株式会社ミキは日本のファッション企業、宝石輸入、加工、販売会社、宝石販売店、ジュエリー巻きや、ジュワイオ、クチュール巻きなどを運営していた。当時の主力製品はカメリアダイヤモンドである。かつては宝石部門は日本最大で、アパレル部門は日本第6位の規模を持ち、日本ファッション業界における製造工売業の先駆けとなった企業である。 かつてのミキグループのテレビ CM は主にスポット CM として日本全国で放送されていた。とりわけ深夜の時間帯に多く放送されていたが、テレビ東京系列局においては朝晩問わず放送されていた。放送回数の多さに加え、秋吉久美子や桃井香里などを CM キャラクターに中森明菜や保定友康などの曲を CM ソングに起用するという話題性の高さから、若年層への知名度は高いものがあった。この CM で起用された数多くの曲がヒットし、一時期、カメリアダイヤモンド、ブティックジョイ、ファニーのミキグループの CM ソングで起用されると、ブレイクするカメリア族などとも言われ、新人歌手の登竜門的存在とされていた。また、CM では、商品の宣伝は行わず、ダイヤモンドを、 身につける価値について流していた。そのため、同社では CM ではなくコマーシャルフィルムと紹介している。これら、ミキの CM は最後に放送地域における販売店の入居先を読み上げるのが通例で地域ごとにナレーションを差し替えていた。下記に示すものはジュエリー巻き、ジュワイオ、クチュール、巻きのものであるが、ブティックジョイやファニーにおいても放送地域ごとに 主な販売店の入居先を読み上げていた。ちなみに、ジュエリー巻きの CM については個別店舗名の入らない、銀座ジュエリー巻きのみを読み上げるバージョンもあり、地域によってはそれらも並行して放送されていた。ジュエリー巻き、ジュワイヨ、クチュール、巻き放送地域ごとの CM ナレーションしかし、後のミキグループの業績悪化などを受け、テレビ CM は1998年3月の、 放送を最後に一時放送を休止していた。特に、アパレル部門の CM は、同部門の撤退が決まった1997年には、すでに打ち切られていた。その後、ジュエリー巻は2003年頃より、CM キャラクターに、桃井香りを迎え、専門チャンネルなどから徐々に放送を再開していった。そして、2005年からは、浜崎あゆみの曲などを起用するようになり、かつて、 ミキグループが CM を盛んに放送していた頃を彷彿させるようになった。しかし、2008年のリーマンショック、市場における金やプラチナの価格高騰の煽りを受け、CM 展開も控えめになった。2011年、4年ぶりとなる新たな CM キャラクターを迎え、若い世代への新規顧客開拓を図った。しかし、地上波及び CS 放送においても、 CM 放送回数は激減している。上期以降のさらなる経営環境の変化を受け、2016年に1月時点で CM 制作ならびに CM の放送は一切行われていない。銀座ジュワイオ、クチュール、マキブティックジョイ、銀座ジュワイオ、クチュール、マキブティックジョイファニー提供番組。ありがとうございます。